キバナバラモンジンは、キクモクキクカフタナミソウ族の種の一つ。多年生植物。別名ブラックサルシファイ、スパニッシュサルシファイ、ブラックオイスタープラント、また単に、スコルゾネラとしても種苗業では流通している。キクゴボウ、西洋クロゴボウなどと呼ばれることもある。キバナバラモンジンという名前は、バラモン人ン族のバラモンジンと共通するが、別族である。また、食用、 薬用の根は、ごぼうと外見は似ているが、別属であり、味も異なる。キバナバラ門人の根カベエンは黄色で、放射毛である。根は直根性で、長さ2メートルくらいまで成長する。直径は約2センチメートルほど。皮は黒く、中身は白い。南ヨーロッパ、近東など地中海沿岸が原産で、学名にあるように、スペインまで分布しているとみなされているが、 西洋で初めてスコルゾネラを記録したレオンハルトルドルフは1575年にシリアのアレッポの市場で発見した。俗名のスコルゾネラという名前は古フランス語でヘビ、毒蛇を意味するスコーザーンという言葉やイタリア語で黒い皮を意味するスコーザネグラに由来するとされる。ドイツでのスコルゾネラ農場薬用、食用根菜としてヨーロッパでは利用されている。 ケルト人やゲルマン人は16世紀頃まで人獣共通感染症や蛇の毒を中和すると考えていたため薬用として利用されていた。イタリア、フランスなどで1660年までには栽培されるようになり後にベルギーなどにも広がった。19世紀にはオランダで白アスパラガスとも呼ばれていた。栄養値が高くプロテイン、脂肪、アスパラギン、コリン、カリウム、 リン、鉄分、ナトリウム、ビタミン AB1EC、イヌリン配糖体などを含む。料理の際は、豆やニンジンなどと共に調理され、アスパラガスのように、ホワイトソースやマスタードソースなどをかけて食べる。現在、本種は、ベルギー、フランス、オランダ、ドイツなどで栽培されている。種苗業での栽培品種としては、ドイツのホフマンズシュワルツアホルや、 スコースンラデュープレックスなどが有名である。ありがとうございます。